で、武将二人ね、今。うん、富樫と、おお、強いな、この富樫種康殿は。年齢63歳か。ほうほうほう、いいぞいいぞいいぞ。これで武将、持ち山城攻略戦。いや、まだ無理、まだ無理だって。まだ無理だって。さて、覚えてくれないじゃないですか、石城谷。うんうん、ちょっと動きが出てきた。よし、OK。父上の兵を滑る力が一段と増した気が、統率が92上昇。何にも戦ってないんだけどな、まだ。ああ、やられるね。とりあえず破壊。ナイス。武田家も破壊しておくか。頼む。ああ、おきつ。引き分けに持ち込めた。天狗の官兵衛か。ふむふむふむ。内政で奉行を。徳田殿は何か持ってるかな？何にも持ってないね。回収にしとこうか、一緒に。で、さらに、この富樫殿、忠誠度を下げる。弁舌持ってる。上州風評。あ、待って。親子だから裏切るわけないか。親子だから裏切るわけないわ。自家自慢。ダメだね。後世話場所を攻略せよ。だから無理だって。いや、いいですよ。そこまで言うんであれば。出陣してくだされば我らも、高掛殿に立ってのお願いがあるんですよ。なんやねん。武将3名もいるのに、兵士3000もいるのになんでできないんですか。いや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 。何？我が妹の髪結い脱ぎ、滞りなく終わりましたぞ。ナミ殿。ほほう。武将としてお育てになりましょう。この国に平安をもたらすためにも当家の将として生きるのが私の望み。なんとお美しい、姫武者じゃ。お、待て、これで武将は4人か。いや、ナミ殿の強さを、統率80に。来たね。足軽部隊で、巨砲挑発迎撃か。巨砲持ち。ほほ、これは、いや。すごい方が来てくれた。開墾しとこう。すごい方が来てくれたぞ。兵力は、今は、2336。ふんふんふん。良いですな。いや、良いですぞ、これは。これはなんとかなるかもしれん。4名いれば。ん、天狗の、なんとか見つけた。お、これはいけるっしょ。よし、勝った。これも運命と思って成仏なされい。よし。よしよし。後世山城も引き続き。OK。
オッケーオッケー。で、諸勢力で。徳田殿に行ってもらおうかな。あれ？いきなり人材が充実してきた。とっと。ここ誰か寝返りそうな人いないかな？どう？ちょっと揺るがせてみるか。じけじま。お！来た、響いた。来た、響いた。中世90までぐらついた。よし、波殿。じけじま。あ、ダメ。おー、台風、ギリギリセーフ。国高プラス3になったね。奉行一人、いるから。何？つづらの半白が切られた。おい。なんちゅうこった。あ、長尾家を朝敵に締め。いきなり C ランクの者が二人も切られたぞ。どんだけ手だれの者が、ここに来ておるのだ。やることはめちゃくちゃいっぱいあるんだけど、影のり殿。では、上州風評。ダメね。というか、まあ、所詮、また忍者を雇わないと。親密関係。総敵殿に行ってもらう。ごめん、なんか間違えたわ。次のターンでいいか。よし、ナミ殿、統率82か。いや、本当に、いい人が来てくれたな。いい人というか、娘だが。面白くなってきた。あ、忍者破壊するのは狭いか。今川宇治照殿がお亡くなり、おお、吉本殿来たか。ああ、破壊工作やられまくってる。忍者の手配をお願いいたしましょう。朝倉総敵殿、政治72、マックス。金銭854、もちろん OK。CCC、おい、いいっすよ。こんだけいれば、守ってくれるでしょう。忘れないうちに破壊やる。よし、OK。で、武将に調略を仕掛けて、もう一人。中世度 73?何が起きた？待って、もう引き抜きいけるっしょ、これ。前回徳田殿も70いくつで来てくれたから。武将引き抜き。待っておりました。気を見て寝返るといたしましょう。寝返る。あ、来てくれる場合と、すぐに。こうやって戦場で寝返るケースがあるわけね。やったー。あとは、どうしようかな。こうやって一人一人、とりあえず削っていくか。今待って、野地山城攻略できるのではもう。
いけるかもしれない。今度指示が来たら、行きますか。来た。うん、羊に出そう。羊に出す。動くぞ。朝倉総敵軍団。ああ、見つかっちゃった。ああ、霞の一兵に、興津殿がやられた。ああ、では、また、出会い出会い。潜入で、二人潜入させようか。うん。これでよしと。さあ行きましょう。冬か。冬に力攻めで行くべきなんだろうか。寝返る者がいるからね。お、また。ちょっと待ってね。動きがあるな。旗、何家だったっけ？畠山家か。うん。あ、いいな、この武将多くて。七尾城。冬に戦ってもいいのか？力攻めしようか？まあ、力攻めしてみるか。よし、合戦式。味方は4部隊。行きましょう。これよりこの三赤、総敵様にお味方申す。よーし、いぞ。裏切り者が出たぞ。巨砲いけるか。今巨砲したらまずかったのか。お、味方優勢。味方優勢。武藤友松殿、撃破。もう壊してくれ。よしよしよし。これは誰？武田元光殿。あ、待って、これ、いけるかも。勝てるかも。これ、勝てるかもね。退却？武田信豊、退却。あ、これ、いけるわ。いっす。よし、徳田刺激を、鼓舞かましておく。あれ？武田元光の罵声。よし、こちらの罵声。影則殿は、まだ治療いいかな。士気はどんどん下がっていくが。よし、オッケー。今だ。治療かます。総敵殿は鼓舞しとく。鼓舞は持ってないか。朝倉波殿。よーし。この戦いけるかもな、本当に。この縄文攻撃する能力持ってる人がいて欲しかったな。よし、もうすぐ総敵殿が担当しているところがもう突破することができるので、持瀬山城攻略なるか。朝倉景則隊の指揮がちょっと気になる。統率が低いせいだと思うが、よし、罵声かます。ダメか。徳田殿鼓舞。総敵殿、よし、オッケー。
てるな。こぶ。挑発ってどうなるのかな。挑発ってやったらどうなるの。撃って出てきたー。撃って出てきたぞ。撃って出てきた。ナイス。よかったよかった。この戦もらったな。すごい勢いで減っていく。よーし。いやー、マジか。え、勝てると思ってなかった。よかった。どうし、武田元に水の初段かー。ああ。やった。あ、もちろん延期でお願いします。お、海賊衆が抗争を繰り広げてるみたいだね。あ、為景殿お亡くなり。春影殿が後継いだ。朝倉総敵、やったー。発言力上昇、軍団内で最低です。あ、最低だった。すいません。おっとっとっと。こんだけ忍者いても、まだ、あ、時頼明殿が暗殺されちゃった。え、大名ではないんですか。アザイケ。ああ。そういうこと？忍者手配するんだけど、従属勢力だったアザイと、相争う時が来たのか。商業、商業持ってる。商業持ちだ。商業に任命をして、で、中制度は、どう？皆さん。うん、大丈夫。で、諸勢力。多分この砦で、いいね、いいね、いいね。金銭増与。あー、ダメ。あ、従属一式家か。一式家に従属しておるか。承知つかまつりました。小谷城を攻略する。忙しいな。ちょっと休ませてくださいよ。小谷城の武将5名。兵士2200。兵糧6700。お、赤尾清綱殿どうされた？あ、すぐ、調略しよう。解放綱地下。全員欲しいんですけど、本当に。あ、すぐ、赤尾清綱殿の味方に引き入れましょう。小谷城も重要だと思うんですが、この本願寺もね、叩けるんじゃないですか。お、動きがあった。逆に浅井が攻めた。六角形面白くなってきたな。あれ、こんなに忍者いてもまだ破壊されちゃう。武田家は滅びたので、今暗躍してる忍者たちは、あ、あれ、何が起きた？長尾春影殿が、もしかして暗殺されちゃったもん。いや、これ、忍者、やばいっすね。忍者の強さが、やばい。B か。B 持ちが、守備についてるな。これはまずい。
と武将を訪ねていきましょう。小谷の回復、あ、赤尾清瀬の69か。うん、まずは弁筒持ちの徳田殿でちょっと揺るがせてみるかな。樹木島、あ、やっぱ忠誠高いよね。赤尾殿、忠誠というかギリだが、くじけね。行くぞ。揺るがないな。しかし赤尾殿を味方に引き入れることができれば大きいぞ。城主風評は？いやー、義理堅い御仁だ。だからこそ魅力がある。よし、総敵殿自ら行ってもらおう。武将引き抜き。己を知る者のためにシスと申す。どうじゃ。ああ。やはり、ギリがすごい。もうちょっと減らさないとダメか。いや、すごいな。全く揺るがない中精度69でも。というわけで、今回はこちらの千世山城の攻略に成功しました。人材も増えてきましたね。最初2名でもどうしようかと思いましたけど、まあ、殿からはこの小谷城を攻略せよっていう命を受けてるんですが、こちらの大勝寺城方面もですね、ちょっと目を光らせておきたいと思います。朝倉総敵軍勢では、今夜はこの辺で終わろうと思います。案内人は青森でした。おやすみなさい。